ムスチスラウは、ベラルーシマヒリョウ州ムスチスラウ地区の市である。ムスチスラウ地区の行政の中心地であり、マヒリョウから 95km、ロシアとの国境には 13km の位置にある。自然地理的には、ソジカワシ流のビフラ川に面している。古い時代のムスチスラウは、小さなビリニュス、白シロ,ロシアのスーズダリと呼ばれていた。B、も、参照市域は、 紀元前1世紀のドニエプル・ドビンスク文化の集落の上に建設されている。中世のムスチイスラウの町も同様であり、1959年には12世紀の木造りの建物と物品を含んだ地層が、1980年には13世紀初頭の白川文書の断片が発見されている。中世のムスチイスラウの町は、1135年に、 スモレンスク港ロスチスラフによって建設され、ロスチスラフの父のムスチスラフの名にちなんで命名された。一チ値年代記では、1156年の港にスモレンスク港、ダビドの所領として名が上がるのが最初の言及である。ムスチスラフは、公の城を中心として成立した町であり、周囲を囲う防壁、堀とポサードを備えていた。1180年により、 スモレンスク公国から分離、独立したムスチスラブリ公国の首都となった。ムスチスラブリ公国の領域は、現在のムスチスラウ地区、チェルイカウ地区、チャブスイ地区にあたり、ラドモイリとリャスノという町を有していた。モンゴルのルーシ進行以降、リトアニア大公国が東方に勢力を拡張し始めたため、ムスチスラブリ公国は13世紀末には、 ルーシとリトアニアとの国境に位置する国となった。1359年、ムスチスラウは、リトアニアの孔、アルギルダスに占領され、リトアニア大公国に編入された。ムスチスラウは今度はリトアニア大公国に属する、ムスチスラブリ公国の首都となった。1380年に、レングベニスによって、修道院が建てられた。このレングベニスは、ムスチスラブスキー家の祖となった。 1386年5月7日、ヨガイラの戴冠式のために、公や公館が町を離れたのを機として、スモレンスクコースビアトスラフがムスチスラウを包囲した。しかし、11日間の包囲戦を、ムスチスラウ守備隊は持ちこたえ、逆に、スキルガイラ、ビータタスラの率いるリトアニア軍が到着した。スモレンスクリトアニア両軍によるビフラ側の戦いの後、スモレンスク軍は、 ムスチスラウの包囲を説いた。1514年には一時モスクワ大公国に編入されたが、再びリトアニア領となっている。1528年、ジグムント2世の王領となった。1564年から1566年の行政改革の後、ムスチスワフ県の中心地となった。1634年、ブワディスワフ4世への忠誠を称され、 マグデブルク法と支障を可視された。司会は収益を増やすために小さな店、パン貯蔵庫、生肉市場、市営浴場、牢の生成場などの設営を許可された。町に家を所有しているユダヤ人は他の市民と同じ権利と義務とを負った。1654年、ロシアツァーリ国のツァーリアレクセイの軍はスモレンスクを占領し、 ムスチスラウには、ボヤーレのアレクセイトルベツコイの軍が派遣された。強撃を受けたムスチスラウは陥落し、住人に対する苛烈な鎮圧が行われた。街中のムスチスラウ城は火をかけられた。これは、ロシア・ポーランド戦争の中の戦闘の一つである、19世紀のムスチスラウ19世紀の建物。現在は商業店舗として利用、20世紀初頭の建物。 現在は体育館として利用。大北方戦争が始まると、1708年8月にムスツスラフ付近でスウェーデンバルト帝国軍とロシアツァーリー国軍によるドブロへの海戦が行われた。なお、この際にムスツスラウを訪れたピョートル一世はムスツスラウに住むユダヤ人から兵士の略奪に対する苦情をしたためた請願書を受け取っている。 1772年の第一次ポーランド分割の結果、ゲンベラルーシの大部分は、帝政ロシアに組み込まれた。ムシチスワ府県は、モギリョ府県に改編され、ムスチスラウには、地方事務所が置かれた。1778年に、都市計画が立ち上げられ、区画整備と木造りの宮殿の建設が行われた。この時の都市造りでは、歴史的建築物と、 豊かな自然の風景の調和が都市の外観を彩る上で重要な役割を演じていた。1835年のファテイ・イーブルガーリンの旅行記にはムスチスラウの街並みの美しさや賑わいが記されている。1781年に帝政ロシアから銀字に赤い狐をあしらった新しい師匠を歌手され、1789年には国民学校が開校した。なお、 1812年の戦争や1858年の火災など街に被害を及ぼした事件も起きている。1919年、ロシアソビエト連邦社会主義共和国のスモレンスク県に属する軍の中の一つとなり、その中心地となった。1924年7月17日から、白、ロシアソビエト社会主義共和国のモギリオフ州に属する地区の中の一つとなり、 その中心地となった。第二次世界大戦が始まると、ムスチスラウは1941年7月から1944年9月まで、ナチスドイツ軍に占領された。1941年10月15日には1300人以上のユダヤ人が連行、虐殺された。ナチス軍から解放された時には、街には、ユダヤ人が一人も残っていない状態となっていた。 終戦後には虐殺を痛む石踏みが混流されている。1961年と1977年に都市開発計画が立案、実行されたが、この計画の中核は17世紀から19世紀の歴史的建築物を含んだ歴史地区を配置するというものであった。ついで、麻痺業自動車道に沿って大規模な建設事業が行われた。また、工業地区が 都市の東部、南部に配置された。2009年の時点で、市の人口はおよそ1万800人である。2010年には、騎士フェスタが開催された。ムスツイスラウには、パン工場と公開株式会社のムスツイスラフバターチーズ工場がある。交通面では、高速道路のジャンクションがあり、最も近い鉄道駅のホダ水駅は西23。 KN の地点にある。ムスツイスラウ由来の文化として、ムスツイスラウタイルと呼ばれる、15世紀から17世紀の職人たちによるタイルがある。ムスツイスラウタイルを用いて、色彩豊かに装飾的な図柄が作成された。最も著名な職人としては17世紀のステパン、ポルベスが挙げられる。ステパンは、他の職人たちと共に、ジ院ンやツァーリの館長に装飾をなした。 考古学的史跡として、乙女の丘と呼ばれる、紀元前1世紀の集落跡と、城の丘と呼ばれる、中世のムスチスラウ城跡の2つの史跡がある。歴史的建築物としては、カルメル海の建物とイエズス海のコスチョールが、重むき深い建築様式を今に伝えている。また、印刷術の創始者の一人であるピオトルムスチスラ別の像が設置されている。 ピョートルムスチスラ別のゾーアールユーゼーモ参照12016ゼー2015ゼーゼーインターファックスバイイゲタサダヨシロアジテン P106 ファイリバース24から25ゼーマイナス2010イゲタサダヨシロアジテン P383 ありがとうございます